ました。だから、なんだろう、顔周りっていうかちょっと雰囲気変わるかな。ありがとう。でもケープ使いたかった。ああね、出ちゃう、短いけど。長い毛が出てきた、どんどん触ると。まあいっか。まあまあ、短い毛は気にせず。触るとどんどん気になる。まあまあ、いやいや、うん、いやー、ケープが欲しい。ワックス。これも外出たら、お結構やばい。終わる。髪型。今日はひな祭りですね。ですね。食べ過ぎた。やばい。結構カロリー多分取ったね今日。うん、美味しかった。ご飯、ありがとうございます。今日は何話します？トークテーマ。ねえ、共和国の録画見てる？嘘、私多分幼い気がする。あ、劇場の際ですね。嬉しい。やっぱ皆さんはね、一番やっぱり踊ってる、ね、ライブで一緒にやっぱり、うん、近い距離でね。私もそれをずっと待ってたので、嬉しいね。私もね、いろいろちょっと思い出さないとって思って。そうだね。会えるね。
踊りたい。8人バージョンだよね。だから覚えてると思う。自分を信じて練習するしかないね。うんちゃん、おお。嬉しい、うんちゃん呼びに。楽しみだな。チームの公演がやっぱり一番、個人的にシアターの女神公演が大好きっていうのもあるんですけど、やっぱりね、いいよね、シアターの女神は。でもね、チーム美容師がね、8人バージョンだとね、2回セリフが来るからね、そこの把握もそうだし、メンバー毎回多分変わってくると思うので、あ、グラッド公演、どうなんですかね。スケジュールによるんじゃないですか。やりたいけどね、ゲームとかも企画っていうかね。こうスケジュール調整難しそうですよね、グラッツ。なんとなくだけど、でもやりたいね。舞台稽古、まだ始まってないし、撮影もしてないです。いつ来るんだろう？いつ撮影なんだろう？まあ、もうそろそろだと思うんですけど。川瀬もまだ台本もらってない。だから今は本当、今ゆっくりできるって感じ。でもね、もう一個頑張らなきゃいけないことがあって、個人的にちょっとみんなに言えないんですけど、私頑張るね。これは本気で頑張りたいと、本気でというか、このチャンスを絶対
使わないとと思って ちょっと楽しみだけど頑張ることが、そう、最近増えたので。でもなんか自分の好きなことがこうやってつながるのことは本当に嬉しいことだなと思いました。気合しかない本当に。でも3月はたくさんいろいろといろいろありそうなので、体調に気をつけて1ヶ月楽しんでいきたいですね最近ね、Mr.Children さんの楽曲をね、よく聴いてるんですけど、きっかけみたいなのをちょっと前話してなかったのと思って。そう。話してない気がして。先月、ぜ、あ、わかんない、1月か2月とかそれぐらいの時に、12月かな 朝のテレビ番組っていうか見てて、なんかその朝のエクササイズみたいなのを、その Mr.Children さんの楽曲をしながら、なんかエクササイズみたいな感じのコーナーがあって、でそれで流れてたのが Youthful Days っていう楽曲で、それでそう流しながらそうやってて、その楽曲を聴いた瞬間に、めっちゃいい曲と思って、そこから聴くようになって、そう、それがきっかけだね。そこからだね。すごい爽やかで、なんかもう本当にもうフルとかではない気がしなかったんですけど、サビとか聞いてめっちゃいい曲だと思って、もうそこがきっかけだね。39、ありがとうございます。サンキュー そうなんですよ。曲、有名な曲っていうかは知ってたりするんだけど、知らない楽曲というか聞いたことのない楽曲でさ、それを初めて聞いて一瞬でさ、心が、何だろう、引き込まれるとかすごく感動して、歌詞も良くて。すぐ曲を買いました。ダウンロードして。
ドラマの。ええー、すごっ。もうあれだよね、ユースフルデイズってもうかなりてか結構前ですよね。楽曲を調べた時に2000、私が何歳の時だ、そうだからすっごいね、嬉しかった。あの情報番組というか あれを見てなかったら多分知らないかったので、いやもう本当に感謝してます。6歳か。いやだから本当に確かに AKB の楽曲もね、たくさん。届いてほしいね。AKB もたくさん、素敵な曲がありすぎて。でも今日のショールームのコメントあれだね、みんな劇場公演再開嬉しい、星になれたらもう好きそう、好きです 好きです、すごくわかります。いいです。もうね、本当にもうファン歴はかなり浅いんですけど、本当にずっと同じ曲をリピートしてもうずっと聴いてますね。なんかもう詞も素敵すぎて、なんか一曲の中ですごく心に響く歌詞っていうものがたくさんあって、いや私も好きな曲ずーっと聴いちゃうタイプ 仲間いますか もうずーっと同じ曲聴いちゃう、同じ人いません？わかる、嬉しい、同じ、もうずーっと聞いちゃう で、リピートして歌詞を何度も見ながらこう聞いたりとか、あとは何だろうな、でもやっぱり車の中とかバスとか電車とか、なんか乗り物に乗りながらこう聞いてる時が一番私は好きかも、景色を見ながらという、
イヤホンして。車運転してるときに、ああ、楽しそう。確かに車の中だともう歌えますね、思いっきり。冷凍が降ってきました。ありがとうございます、皆さん。わあ、たくさん、まだありがとうございます。ひな祭り。コンペイト。こんなにたくさんありがとうございます、皆様。で、話は戻っちゃうんですけど、かなり戻っちゃう、わかんない、どこまで話しましたっけ。まあ戻っちゃうんですけど、Mr.Children さんの、まあ、そのユースフルデイズをきっかけに、いろんなアルバムの楽曲とか、まあダウンロードっていうか音楽のねサイト行って、いろいろこう試しっていうか、こういろいろ聞いて、そういろんなね今までのアルバム楽曲とか シングルのカップリングとかもね聞いてみたい、いろいろ知りたいんですけど、もっとこれからね。そう、どのアルバムもめっちゃいい曲いっぱい あと私、なんだっけ、最初の頃に多分出たアルバムなのかな、アルバムかな、アルバムか、アルバムのミスターシャイニングムーン、シャ 英語が 合ってるかな、あの曲がすごく好き、ミスター、その曲、この曲がとっても好き、曲調というか、あのね素敵、
寝る前に聞きたいね。うん。聞いてみて。おしゃれだよ、すごく。うん。本当に好き。ああいう曲も大好き。うん。本当にいい歌を、もっといろんな曲知りたいです。でもこの間755で皆さんが教えてくれたじゃないですか。爽やかでちょっと切ない楽曲。来ました。みんな本当にたくさんコメントをしてくれて。ありがとうございます。今日もよかったらお待ちしてます。いつでもお待ちしてます。うん。私がさ、こんな曲好きって言ったものに対して、あ、じゃあこの曲好きならこの曲も絶対好きだよみたいな感じで教えてくれたりとか、うん、だから嬉しいですね、本当に。うん、もう11時だ。うん。ハピネスユカルン、こんばんは。こんばんは。キャッチフレーズ久しぶりにできるんだって思うと嬉しいですね、劇場で。みんなの声はまだね、あれだけど、コールはまだね。でもいつか絶対聞けると思って、みんなで乗り越えていこう。あ、嬉しい。届いてるうちは作るか。おお、待ってます。まあまあ、そうだね。お見送りとか、多分言葉っていうかね、距離っていうか、そうだね。感覚、だからね、なんか言葉っていうか、確かにメッセージとかあったらね、うん、嬉しいかも。うん。でも荷物いっぱいになっちゃうね。うん。
びしちゃいました。嬉しい、今日も美しいだって嬉しいね、嬉しい嬉しい。公演に向けてちょっとあれだね、ちょっとスタイル維持頑張んないと。うんね、頑張ろう。今のはモーちゃん、うん、これはモーちゃんです。この子まあまあ、いい公演期待してます、ありがとう。まあもう10年と5年だからね、うん、もうわかる。ママーって言ってる？うん、そうだね。さすがです。例えば今日ね、マリオカートやりました。やばい、120度話変わったね、今。ごめん。今までなんかドライブアシストだっけ、あのコース外に行かないようのなんかアシストみたいなのつけてたんですけど、なんかつけずにやった方がなんか楽しかった。つけずにやらない方が、オフにしてやったんですけど。そうで、マリカは多分ね、うん、うん、そうそうそう。うん、でも本当に上手い人はアシストみんなオフんだよね。うん、なんかこの車の後ろになんか棒みたいなのがある、あれはアシストオンで、外れてる人はオフにしてる。だからね、すごい上手いゲーム実況の方とかね、みんなオフだよね。てかみんなオフだね。うん。オフの方が、ほんと自分の何？うまさっていうものがすぐわかる。うん。し、自分でさ、そのコースの、なんか勉強になるよね。ここで、なんだっけ、ここで、なんだっけ、なんだっけ。あのブレーキじゃなくて、あの加速じゃなく、あ、なんだっけあれ、あの曲がるときになんだっけ、あの機能とかそうそう使ったり、あ、そう、ドリフトだ、それ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 みんな星になっちゃったみんな星になっちゃったけど唯一見れた。うん、
そうだね。星星になってみんな。そうだね。その機能を使って、そう。オフの方がなんかね、気づきとか多い。あ、ここちょっと早かったなとか。押す、なんかその曲がるときにそうドリフトしようと思って。そう。壁にぶつかっちゃったりとか。キャラはロゼッタかな？重量。そうだね。重いキャラクター。重さが。そう。そうだね、ロゼッタ使ってます。やっぱり重さは大事だよね。キャラクターでやっぱり結構そう変わるからね。曲がりやすい。ロゼッタ多分重い方だった気がするんだけど、どうなんですかね。わ からん。多分重、え、どうなんだろう。そう、今までアシストオンにしてたけど、オフにしたら、めっちゃ面白かった。上手い人は本当にでも、やっぱり重めのキャラクター、重め やっぱ、重量級、そうだね。多いよね、使ってる人。使ってる方？あ、そうだね。あとなんか多分、車と車同士っていうか、そうだね。キャラクター同士、あ、じゃあ、他の、そう、ぶつかった時に多分、飛ばない？なんだっけ？飛ぶ？なんだっけ？そういう、もう関係してるた気が、そう、多分そう、あった気がする。よくスタートとか、結構ぶつかるじゃないですか、他の車と。そういう、だから安定した、スタートが多分できるんじゃないかな。でも安定感はすごいあると思う。マリオカートはあれだね、面白いね。 でも私は見せれる腕前というか、まだ全然なんですけど、少しずつ理解をしてって遊びます。
もスプラトゥーン配信したいな。コロコロ変わる。スプラトゥーンの配信したい。まあ、確かに楽しくやるのが一番ですよね。ワン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 。ワン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 。はい。はい。ワン。そうだ、会話に参加しました。そうだね、ニッキー泣いてたね。妹にね、スプラトゥーンはどうやって上手くなるか聞いたんですよ。そしたら状況把握とが一番大事、まあ、当たり前なんだけどね。だからそれから私、それからというか、そう、マップをよく見るようになりました。うん、相手がどこ塗ってきてるのかとか。うん、まあそうだね、元は本当にうますぎてうまいので。あと武器をコロコロ変えないで、もうその一つの武器に絞ってというか遊んでやり込んで、その武器の性能を生かした立ち回りをやっていくというアドバイスをいただきました。確かに。いや、本当それだよなって思いました。なんか、うん、本当それだよな。うん、本当それだと思う。うん、シューターだったらね、あのシューターとか、まあいろいろあるけど、ローラーとかさあるけど、うん。本当に本当ね、いろんなその武器を使ってる人に対しての立ち回り方とかも教えてもらいました。ローラーはボムを投げて、あのそうだね、ボムを投げてサブとかね、まあ、うまく使ってし、あのそれ近い距離行っちゃうとあれだよね、うん、ボムとにかくボムを使えって言われました。うん、で、
あとギアも、ギアにもよるよね。私あれ使ってる、あのギア、あのギアっていうか、あの洋服、洋服とか、まあ頭とかもそうなんですけど、潜ってる時に透明になれる、なんだっけ あれなんだっけ、なんていうギアだっけ、インクの中で動いてるところを見せないギアをつけてます。あれ結構強いよね。存在っていうかさ、どこにいるかわからないみたいな。うん。あとサブ効率、インクだっけ、あれも。つけてますね。あとイカの速度上げるのも欲しいなーって感じですね。うん。で、私はまあとりあえず本当にいろいろ、もうワンはガチ勢だったの。スプラトゥーのワン。ワンでいいのかな うん。本当に、2は全然やってない。1は本当にやってた。ガチで。朝までやってたから、ずっと うん。本当にガチ勢でした、スプラトゥーン。ノバブラスターをずっと使ってたね。ヤグラでやっぱりノバ強いよね。もうね、ノバブラスターという武器を、そうそう、あの武器ずっと使ってた、ワンでは。で、とりあえず最近というか、まあ、そうだね、スプラトゥーン、久しぶりにやって、妹のね、アドバイスを聞いて、もう最初、もう本当に初期の武器である、若葉でずっと遊んでる。最初の武器。うん。あ、略しちゃった。もう本当に言われた通りで、やっぱりその武器を使って理解していくと。うん。分かってくる。うん。若葉強いよ。うん。若葉シューター。うん。私、ボムの中であれが好き。若葉のサブが好き。
なんだっけ、あの部分。そうだね。それがすごい楽しいです。若葉シューターっていうのは最初から持ってる武器、最初何も本当に装備してある武器 その一つ、それ一つで最初はそうレギュラー縄張りバトルやって、ランク上がると買える武器も増えていくんですよ。とりあえず若葉はもう全員がもう絶対1回は使う武器です 対戦してなんか調子あるじゃないですか、武器の調子。あれ、いいねまで行ったんです。そう、試合っていうか、まあ、そのバトルで1回勝つとどんどんポイントみたいな、武器のポイントみたいな感じで増えてって、それがボーナスとかになるんだよね、ポイントのランク上げるための。そう、若葉調子結構上がった。ずっと若葉使ってるからかな極めたいね、もっと極めたい。ああ、傘ね、傘。わかる、傘さ。あれだよね。でも傘対策は妹にボムを投げろと言われました。なるほどと思いました。傘ガードされるからね。あとスライドする人いるじゃないですか、スライドするなんか武器 あれはもうとにかくジャイロをもうとにかく移動した先にすぐもう向けて攻撃で教えてもらったので、確かにそうだなと思いました。とにかくそのもう移動してるところにもとにかくもう塗って、インクを、自分のインクをもう当てるっていう。マニューバー、そうそう、マニューバー、そうだ、出てこなくてごめんなさい。本当に。ツールのことはあんまり詳しくなくて。はい。
もう1からやっててよかったなと思いました。なんか操作がやっぱりね、もう本当にめっちゃうまいです。妹にゲーム実況して、あ、ゲーム実況、あ、ゲームのプレイしてもらって、私が声だけやるとか。もうそしたらすごい、もう多分みんなびっくり、もうそれぐらい本当に見せたいです、皆さんに。本当にうまい。甲子園もね、なんか応募してたらしいんですけど、そう、いろんな方とねチーム組んでて、やっぱりそうだ、すごいうまい、本当にうまい。もう今はね、今はっていうか、まあ、やっぱゲーム好きだからこそ、負けず嫌いというかね、あ、そうそうそう、そういう対戦系のゲーム楽しいし、妹は器用だね、すぐ理解っていうか、あ、これはこういう間でみたいな感じ、すごい。そう、ゲームは負けず嫌いじゃないと上手くならない。本当にその通りなんですよ。自分のさ、何？弱いところっていうかさ、そういうところをさ理解してって、どんどん上手くなると思う。そうだね、もうちょっと上手くなったらというか、もうちょっと見せれる、見どころ作れるぞみたいになれたら、はい。まあでも生配信のね、いいところってさ、見どころとかじゃないよね。あれ？どっちってなるけど。なんか、編集してる動画とかもさ、やっぱりすごい、見どころっていうかさあるけど、生配信は本当にそのさ、一緒に楽しめる時間だよね。そうだよね、そういうさことをさ、リアルなね、確かに確かに。今度やろう。今度やろう。本当にやるわ。やるやる。ぜひぜひ。
でも本当にスプラトゥーンは集中、もう顔がマジなので言葉が減るかもしれない。ちょっと怖い。それはちょっとでも本当によろしくないなと思っているので、よくないなって。だからまあ そうですね。そうね。本 当ゲームしてる時真顔すぎて、自分の顔がやばい。喋りながらゲームするのむずいよね。だって喋りながらゲームしないよね、普段皆さん。ね、普通はしないよね。私も普通はしない、するけど 聞かなかったことにして。そうだよね。やっぱリアクションあった方があるね、楽しいよね。でもやられた時はね、言葉出るかも。怖いの、ちょっと配信が 大丈夫かなみたいな、やばい部分出ちゃうの、見せちゃうのではないかという。やばい、本当にスプラトゥーン、本当に。怖いの、本当に。黒いユカル。ちょっと怖いけど。ゲームは、あつ森王の、セットラ島、あったじゃないですか。あそこのね、黄色い百合の花の、ほんと島降りてすぐのところ。あ、入り口ですね。あそこ全部花を、なくして、新しいスポットを作りました 噴水も消えました、全部消した
ちょっと一回全部またちょっと変えようかなと思って。すごいさ、もう全面もうユリみたいな感じだったじゃないですか。もう全部スコップで掘ってっていうのが大変でした。 なんか自然を多くしたくて、まあ崖というか作って木をたくさん植えて、入り口からこの先どうなってるんだろうみたいな感じでちょっと、隠しました。いやでも島をね、一回もう新しく作り直そうかなと思ったんですけど、今まで集めたものとか、もったいないなと思って。もう、少しずつもうちょっと変えていこうと思って。あ、駐車場も消しました。駐車場消しましたよ。とりあえずそこら辺まで新しく作り直そうと闇の部屋が忘れられない。本当？嬉しい。もうあれ面白くてもう作っちゃいました。 嬉しい。だってさ、記憶に残るの嬉しいじゃないですか。もうやっぱりそういうギャップみたいなところが見れると、やっぱみんなそれがやっぱ一番思い出に残るのかな。ね、あと他の部屋もね、いろいろ紹介したけど、ね、やっぱり、ね、こういう、そういうとこ、こういうことだよね、見どころって。ね。よかった。トロロ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 、昨日からやり始めました。
か、とろろって言うとなんかできるようになるよ、みたいな。うん。練習になるよ。とろろ。やってみてください。多分ね、なんとなく、こういう感じなのか。とろろ、トゥルル、トゥルル、トゥルル、ルルルルルル。とろろ練習ですね。できるから大丈夫です。すごー。すごー。なんでできるんですか？すごいんだけど。なんでみんなできるんですか？とろろ、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 ドラムロール？とろろ、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 トゥル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 。そう、トロロって言いながら、その練習した方が言えるようになるよって。トゥルロ。難しいですね。もうあと十何分？10分。ということで、ギフトのお返し読みたいと思います。皆さんありがとうございます。今日もちょっと早めに読もうかな。3月のお花、なんだっけこれ。なんかコメントで教えてくれた方がいたんですけど、花の名前忘れたわ。ちょっと待って、この白いお花何でしたっけ？なんて名前だっけ？どっち？どっちどっちどっち？デイジー？マーガレット？どっち？ デイジー？デイジーです。お、デイジー。デイジーって聞くとね、確かにマリオのね、キャラクターの方のデイジー、ドナルド、確かにデイジーね。あ、読みます。すいません。コンペイト、マグマグ、おいしい。たこ焼き30個入りやした。レインボースター。コンペイト、デイジーデイジー。かわいい。ありがとうございます。デイジーデイジー。マグマグ、おいしい。マグマグ、おいしい。コンペイト、コンペイト、コンペイト。はい、と。コンペイト、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 コンペイト。もぐもぐ、おいしい。コンペイト、青いだるま、ありがとうございます。ファイ、ファイト。同じく、ファイト。ちょっと待ってください。花束、
デイジー、コンペイト、コンペイト、コンペイト、花束、コンペイト、アイスのみ、コンペイト、アイスのみ、ハハートたくさん、ありがとうございます。コンペイト、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 コンペイト。ね、上からたくさん降ってましたね。ありがとうございます。本当に皆さん。尊い。尊い。コンペイト、コンペイト。アイスのみ。アイスのみ。いいね。金のなんかあれですね。コンペイト、いいね。コンペイト、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 もぐもぐじゃないよね。はい。アイスのみ、ありがとうございます。やばい、テンションが。ごめんなさい。間違えちゃった、さっき。コンペイト、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 コンペイト。かわいい。コンペイト、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 デイジー。コンペイト、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 たくさんありがとうございます。コンペイト、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 コンペイト。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。この髪型かな。コンペイト、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。デイジー、コンペイト、コンペイト、コンペイト、マグマグ、おいしい。コンペイト、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 コンペイト。あ、回復、ありがとうございます。アイスのみ、たくさんハートありがとうございます。コンペイト、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 かっこいい。コンペイト、デイジー、デイジー、かわいい。コンペイト、花束、金のなんかあれです。デイジー、尊い。コンペイト、コンペイト、デイジー、コンペイト、コンペイト、コンペイト、マグマグ、おいしい。デイジー、デイジー、コンペイト、マグマグ、おいしい。ファイト、かわいい。コンペイト、コンペイト、コンペイト、かわいい。ありがとう、こちらこそありがとうございます。お疲れ、お疲れ、読めたね、読めましたかね。ありがとうございました、皆さん。赤いバラありがとうございますね。今日もというか、本当になんか毎日
配信して、こうやって皆さん、本当にありがとうございます。本当に、でもみんな本当に無理しないでね。でもみんなが送ってくれた気持ちとか、本当に大切に。はい。します。ありがとうございます。ありがとう。あと5分だ。コンビニ堂。いや、本当に、だって、本当にもう感謝しかないよね。ありがとう、こちらこそです。コンペイトー、コンペイトー。 ありがとうございます。コンペイトー、やばい、もう恥ずかしすぎて、もう画面ついたくない、ちょっと。 ありがとうございます。もう、ありがとうございます。本当にもうあと3分でね、配信終わってしまうんですけど、本当にありがとうね、たくさん。 もう本当に恥ずかしいけど、でも、ありがとうございます。これはお薬のコンペイトーかな。ありがとうございます。あ、回復ありがとうございます。い、もう。 ありがとうございます。本当にありがとうございます。こうやってね、あ、お疲れ、お疲れ様です。みんながこうやって今をね、楽しもうっていう気持ちが毎日感じますね、いつも。あ、コンフェイト、ありがとうございます。あと、もう間もなくですね。はい、毎日ありがとうございます。明日も待ってます。 はい、あと2分、あと2分か、あと1、もう終わっちゃうね。いやー、もう本当に今日も楽しかったです。いろんなこと話せました。なんかみんなの顔は見れないけど、みんなの言葉でたくさん楽しかったっていうか、なんかそう、同じ気持ちでいられたなっていう、嬉しいです。うまく話せなくてごめん。 ありがとうございました。おやすみなさい。またね。また明日。バイバイ。おやすみなさい。ありがとうございました。